町並み通信社新入社員の右田です。今回はですね、4月11日金曜日、市役所のロビーにて行われます森時久さんの写真展の告知映像を作ってみましたので、ご覧いただければなと思います。1万5000人の卒業生を送り出し、今役目を終えて無人で佇む東洋一と謳われた東金中学校校舎、その姿を目に焼き付けていただきたい。刮目